はい、皆さんこんにちは。今回はこちら3冊の紹介をしていきたいと思います。はい、こちらはですね、インレッドの通常号になります。価格は1100円です。そして真ん中の方がインレッドの増刊号、セブンイレブン限定ということで、価格は1150円になってます。そして最後 B820 円ということで、ルクルーゼの保冷本バッグがついてきております。それでは早速開封していきます。それではまずはインレッドの通常号から開封していきます。それでは見ていきましょう。今回の付録はミッキーマウスのスマホも長財布も入るミニバッグということになっております。全体的にまず写していきたいと思います。はい、ご覧ください。特徴としてはこのミッキーマウスですね、ヴィンテージ調の大人っぽいミッキーがここにいらっしゃいます。で、表面はこれ合皮になってます。まあ、こんな素材ですね。はい、で色はエクリュカラーということで、きなり色になっております。このヴィンテージ風ミッキーにちょうどいい感じの色になってるかなと思います。でこの辺はちょっと色変わってますね。で裏面いきます。はい、裏側はこんな感じ。特にここ裏面はポケットとかないですね。そしてこのショルダーストラップは取り外しはできないんですけれども、こんな感じでここですね、サイズ調節は可能となっております。これくらいの細めのストラップになってますね。収納はここと、ここの2つ収納があるということのようです。持ち手、持ちやすいものになってます。でこれいいですね。やっぱりしっかりとこのダブルジップ仕様っていうのがとても便利かなとは思います。で、この前のこのポケットもこのファスナーがついてますね。ここは1つだけのファスナーになってます。それでは開けていきたいと思います。このダブルジップをこのように開けまして、はい、スムーズに動きます。中はこんな感じです。はい、真っ白ですね。で内生地がこのようについています。はい、この辺はしっかりと作られておりますね。でここメッシュポケットがここについていますので、ちょっとした小物とかですかね、ここに入れておくとここで取り出しやすいのかなと思います。で深さあるので長財布入りますということなんですけど、入りそうですね。あとでちょっと入れてみます。そしてここは何かついてますね。これはディズニーノットフォーセールということですね。はい、はい、付録でしか手に入らないということで、これは、はい、本当貴重な付録になってるかなと思います。今度はこの前のこのポケット見ていきますね。はい、ここも同じようにジップ開けます。で中はこんな感じです。はい、ここも同じですね。ここはスマホを入れておくのに便利なスペースになってるかなと思います。はい、ここ開け閉めも簡単にできますので、これで一つでお出かけができそうな感じがします。それでは中に物を入れていきたいと思います。長財布とスマホが入るということなので、こちら用意しました。はい、この2つね。はい、では長財布から入れていきたいと思います。はい、入るんでしょうかね、これ。はい、ここですね。ここにこのように入れると、あ、ギリギリ入りそうです。閉まりますね。こんな感じで長財布がしっかりと入ってくれます。でスマホはもちろんここ、もうちょっと大きなやつだとギリギリ、 iPhone6 でこれくらいですから、はい、こんな感じになってます。もしくはこの先ほどメインスペースのこのここですよね、ここであれば余裕で入るのかなと思います。こんな感じですね。でもこちら側にスマホがしっかりと入るんであれば、ここにはアルフォートを入れます。スマホ、長財布、アルフォート、スマホ、長財布、アルフォート、これがベストの選択ですね。スマホがこちらには入らないよっていう方はどうしてもね、こちらになると思うんですけれども、その場合はジュールマンドにも対応できます。はい、ということでこんな感じで入れておけば
まあ、あらゆる場面に対応できるバッグになっているかなと思います。それではショルダーバッグとして肩にかけてみたいと思います。はい、それではストラップ一番長くしました。まあ、この状態で、はい、肩にかけると、まあ、これくらいでございます。腰、私の場合ちょうど腰ぐらいですね。はい、なのでものすごく長いとか短いとか、まあ、そんなことはないのかなという状態ですね。まあ、ちょうどいいぐらいです。使い勝手としたら、ここをファスナー開けまして、まあ、お財布とかスマホとか簡単に取り出せますね。全く問題ないです。はい、でまあ、見え方どうですかね、こんな感じ。まあ、この色、先ほどエッグリューカラーと言いましたけど、はい、まあ、私のこの白と比べるとこんな感じ。はい、とても私自身気に入りました。これミッキーマウスと、ここですね、ミッキーマウスとここ、ね、ちょうど合う色になってるのかなと思いますので、ミッキーファンの方はぜひこちらゲットしてもらいたいなと思います。まあ、これから春のお出かけに、まあ、お財布とスマホを入れてちょっとねお出かけしたいっていう時にかなり活躍してくれるバッグになりそうなので、はい、またチェックしてみてくださいね。はい、お待たせしました。ここからはインレット4月号増刊号の方を開封していきたいと思います。セブンイレブン限定発売になってますのでご注意ください。では開封します。今回の付録はこちらですね。ミッキーマウスのポーチ2個セット、顔型のポーチこちらと、はい、手袋のポーチとなっております。はい、ミッキーマウスいつも手袋をしてたんですね。この2点がセットになっております。ではそれぞれ軽く写していきますね。こちらミッキーマウスの顔、表面これ合皮になっております。はい、はい、意外とこうねしっかりとした質感になってますね。はい、こんな感じです。まあ、この顔が可愛いですね。ちょっとこう開いておきましょうか。こんな感じ。裏面ディズニーミッキーマウス、まあ、このロゴも嬉しいですね。はい、入ってますよこれで。そこはこんな状態で、まあ、このようにね自立させることができるということで、まあ、この色もミッキーマウスいいですね、可愛い。でこちら手袋型のポーチで、これも同じような材質になってるんですけれども、はい、薄いです。ペラペラの平らな手袋ポーチになっております。で裏面は何も特にないですけれども、ここファスナーになっていて、まあ、これもポーチということになっていますね。ではまずはこちら開けていきますね。ファスナーの持ち手はこのようになってます。はい、開けます。はい、スッと開けますね。で中はこんな感じ。意外とこう小分けのポケットがついてます。こちら側はメッシュポケットで、反対側には、はい、小分けのポケットが1つ2つついてるんですね。まあ、意外とたくさん入りそうですね。まあ、こんな状態、色はまあ黒ということですけれども、ね、この付録でしか手に入りませんので、ね、ミッキーファンの方はぜひゲットしてくださいね。そしてこちら手袋型ポーチなんですけど、まあ、薄くてペラペラと言いますけど、こう触ってみたらやっぱしっかり作られてるなっていう、そんな印象です。はい、でファスナー開けてみます。こんな感じ。はい、開口結構狭いですね。狭いんですけど、まあ、中は入ります。この辺までここも全部入ります。で内側ちょっとこんな状態になってますね。なのでまあコインとか小さい小物入れとかになりそうです。はい、ではちょっといろいろ物を入れていきましょうか。それでは中に物を入れていきたいなと思うんですけれども、女性の方であればコスメ類とか入れてコスメポーチとしてですね、使うのが、まあ、使いたいなと思ってるかなと思うんですけれども、まあ、ちょっと小物類入れてみますね。まあ、こういうリップとか入れたりハンドクリーム入れたり、まあ、こういうところに、まあ、小さな目薬入れたり、まあ、こういった感じになるんですけれども、ちょっとこれだと分かりにくいんで、今回はブルボン測定を採用させていただきます。はい、バームさん、本番です。お願いいたします。
お願いします。それではバームさんに入っていただきまして、容量の確認といきたいと思います。ご覧のように16バームが入りました。いや、容量は16バームということで、はい、ご覧いただいた通りです。無造作に入った16バームですから、しっかりと整列を行えばもう少し入るかもしれませんね。内ポケットにはアルフォートを入れることも可能です。では続いてはこちらの手袋型のポーチ、はい、薄いんですけれども、まあ、何を入れるかって言えば、やっぱりこうコインとか入れるのはまあ入るなっていうのはわかるんですけれども、あとそうですね、まあ、雑誌にはリップとかも入るとあるんですけど、ちょっと入れてみますか。はい、まあ、こんな感じで、あ、入りますね。はい、普通に入ります。で、先ほどちょっと目薬も持ってきてたんですけど、こんな感じで目薬も、あ、入りますね。はい、まあ、こんな感じで、まあ、小物を入れにもいいかもしれません。まあ、このように持ち歩いても可愛いと思います。ちなみに私の好きなルマンドもこのように、ルマンドもこのように、ルマンドも、はい、このように入ります。取り出すときは、取り出すときは最新の注意が必要となります。ということで、増刊号はこちら2個セットだったんですけれども、とても良かったですね。表面のこの質感もいいですし、この手袋の可愛さ、そしてミッキーの顔、裏面はロゴしっかりと入ってますので、はい、増刊号セブンイレブン限定となっておりますけれども、まだチェックしていない方はしっかりとチェックしてくださいね。はい、お待たせしました。ここからはリー4月号の開封紹介していきたいと思います。価格は820円ということで、この保冷保温バッグが付いております。はい、楽しみにしていた方も多いかと思いますので、開封したいと思います。はい、まあ、リーの付録っていうのはなかなか、まあ、ついてる時とついてない時とあるんですけれども、付録が付いている時は結構お買い得の付録が付いてるなっていう印象ですね。まあ、今回も、はい、楽しみです。はい、それでは改めまして、まあ、今回の付録はル・クルーゼの保冷保温バッグとなっております。サイズも結構大きめのものになっていて、去年もこの保冷保温バッグ出てたみたいですね。まあ、人気があったみたいで、今年も登場しております。はい、では見ていきます。はい、まあ、こんな感じで畳まれていて、ちょっとこの辺シワってなってますけどね。まあ、色はネイビーカラーということで、まあ、誰でも持てる、男女兼用というかね、持てる落ち着いた色になってると思います。で、ここル・クルーゼ、ね、このロゴが入ってますね。はい、こんな感じです。で、持ち手の方がこんな感じ。はい、まあ、肩にかけたりとかっていう、そういう広さじゃないんですけれども、まあ、手にこう通すことはできそうですね。はい、で、裏面見ますと、裏面は特に何もないですね、こんな状態で。まあ、そこの部分、はい、結構マチがありますので、たくさん入りそうです。はい、マチこんな状態になってます。ファスナー、はい、まあ、このようになっていて、開けると、あ、で、ここまで伸びてるんですね。ここを持ってこう締めたりとか、まあ、この辺締めやすくなっております。では開けていきましょう。はい、こんな状態です。うん、まあ、普通の保冷保温バッグといった感じですね。こんな状態です。内側にこう保冷剤入れておけるポケット的なものは特にはないですね。なので、まあ、ボトルとかお弁当を入れて、保冷剤を入れてっていう感じでしょうかね。はい、このようになってます。はい、まあ、こんな感じで机の上に立てるととてもおしゃれですね。まあ、色もいいですし、ね、ロゴも入ってて、まあ、形も
なんかこう上品な感じがしますよね。はい、どうでしょうか、ね、では中に入れていきたいと思います。はい、それでは続いてはこの中の容量どれくらい入るか入れていきます。 500ml のペットボトルは6本入るということなので、まあ、雑誌には書いてありましたけど、一応ちょっと何本か入れてみます。はい、まあ、3本入れてみますね。横に3列並んで、さらに、ね、ここにも並ぶんで6本は本当余裕で入りそうです。はい、で 500ml のこういう大きめの缶、まあ、これももちろんすっぽりと入りますよね。で 350ml でしたら、まあ、これは、まあ、2本縦に並べても、はい、閉まる感じになるんで、まあ、これでしたら、まあ、6本分なので12本入るという計算になりますね。はい、そしてあとは、はい、ちなみにこの2リットルのペットボトルはちょっとね入んないっていうね、まあ、そんな感じになってます。はい、で保冷も保温もできるということなので、まあ、冬場は温かいものを入れて冷やさないようにすることもできますし、まあ、これから徐々に暖かくなってくると冷たい飲み物ね入れたりとか、まあ、溶けたらまずいものを入れておいたりとか、まあ、そんな使い方になるかなと思います。まあ、溶けてはいけないものの代表としてはやはりルマンドだと思います。スペースはぴったり1ルマンド。はい、まあ、こんなにはぴったりと合わせてくるとは、さすがル・クルーゼ、ルマンドにしっかりと合わせてきています。はい、まあ、高さはどれくらいあるのかな、確認してみたいと思います。ル・クルーゼの保冷保温バッグの容量は10ルマンドとなっております。はい、ご覧いただきました通り高さもぴったり10ルマンドということで、まあ、この切りのいい数字、この辺もしっかりと合わせてきてますね。はい、で実際にこう持った感じ、はい、どうですかね。とてもおしゃれ、うん、大きさはこれくらいの感じで、持ち方はこう持ったりとか、あと手にこう入れてこう持ったりとかですかね。まあ、場合によっては、まあ、中のものにもよりますけれども、こうね、こう抱えたりとか、こんな感じで持ち歩いたりとか、はい、まあ、そういったやり方がいいんじゃないかなと思います。はい、とてもおしゃれな保冷保温バッグになってますので、春に向けて一つ持っておいてはいかがでしょうか。はい、いかがだったでしょうか。今回は3冊分紹介してきました。最後に来月号の予告をして終わりたいと思います。インレッドの来月号の付録はこちらです。はい、通常号増刊号同時発売になってまして、通常号はこちらです。ピーナッツスヌーピーハウスの保冷バッグ、これです。はい、赤白スヌーピーチャーリーブラウンということですね。保冷バッグですか。これからは保冷バッグの付録が結構ね出てきそうな、そんな予感がしております。はい、可愛らしい保冷バッグになってますね。持ち手もついてますしね。このハウス型っていうのは、昨日もハウス型のポーチ紹介しましたけれども、とても可愛いなと思います。はい、でスリムタイプのランチボックスと 330ml のペットボトルが入りますと書いてあります。はい、ロゴも入ってます。はい、そんな感じですね。はい、まあ保冷バッグ、まあ、今回も保冷バッグ紹介しましたけれども、来月号は可愛い保冷バッグが登場します。そして増刊号の付録はこちら、スヌーピーの2個セット保冷バッグと保冷ボトルケースとなっております。セブンイレブン限定発売ということで、はい、まあ、この色もいいですね。青とイエローで、スヌーピーのイラストがね随所に入ってるということです。で、サンドイッチ、果物などで、 500ml のペットボトルがちょうど収まるサイズ、はい、まあ、こんな持ち手になっているので、まあ、このタイプのボトルホルダーは初めてじゃないかなって気がしますので、ちょっとね気になりますね。はい、来月号は
4月7日同時発売ということになっておりますので、楽しみに待ちたいと思います。はい、リーの来月号の付録はこちらになってますね。特別録60ページ、イケア、セリア、ニトリ、無印良品、ね、収納名品200となっておりますので、まあ物というよりはこの本みたいな冊子がついてくるという感じですかね。閉じ込み付録みたいな感じでしょうか。はい、まあ、収納について詳しく書いてあるようなので、まあその辺興味のある方はこちらもぜひチェックしてみてください。4月7日発売となっておりますので、リーの方も楽しみに待ちたいと思います。ということで、今回の動画は以上で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。もしよければぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。